っしゃ。ごめんね、クミちゃん、クルミちゃん、プリント運ぶのを付き合わせちゃって。大丈夫大丈夫ね、クルミちゃん。はい、大丈夫ですわよ。楽しいですわね。だけどクミちゃんっていっつもプリント配ってる気が。そうですわね。と言いますか、ふみちゃんのあだ名プリントちゃんですもの。あんまり嬉しくないあだ名だけど。でもどうしていつもプリント配るようお願いされちゃうのかな。街を歩いていたら必ず道を尋ねられる方のようですわね。それだけふみちゃんが親切でいい子に見られてるってことじゃないかな。私もそう思いますわ。そんなでも本当にそうだったらちょっと嬉しいかも。ひぃ、どうしたのくるみちゃん。いらっしゃいません。だとしたらあなたしかいませんよ、天蔵様。うん、しゃがみ込んでしまわれました。しっかりしてください、天蔵様。このくらいでへこたれている場合ではありませんよ。やだ、しゃがみ込んで私たちのスカートの中を見ようとしてる。いやなんでハレンチな。私の後ろに隠れて。3人とも今にも泣きそうですよ。存在するだけでここまで嫌われるというのももはや神業ですね。いや、見れないからって逆上してる。の中が何なの、このスケベ野郎。フラチな輩は剣道三段で剣道部師匠のこの私が成敗してあげようか。じゃあどうしてこの子たちはこんなに怯えているの。それになぜ君は床に這いつくばっているの。いたいけな下級生のスカートを覗こうとしていたからでしょ。だからみんな怯えているんじゃないの。問答無用。おとなしく市内のサビとなりなさい。お仕置き。はい、天蔵様、ドキドキフィールド展開します。
ちの輩に成敗します。
ミリタリー興味ありませんか？はい、私は1年の天塚パタコと申します。新しくミリタリー研究会を申請しようと、朝からこの場所で部員募集のビラを配っていたのです。先輩はミリタリー興味ありますか？そうですか、しょんぼりです。ほうだい、朝から後輩を口説くだなんてハレンチな人ね。おはよう。別に好きで話してるわけじゃないわ、ただちょっと用事があっただけ。昨日妹がマヤが帰ってきたわ。伸びたね。もう結構伸びたのに。さあもういいでしょマヤ、行きましょう。ただいま放任。このお方、幼なじみの姉妹と疎遠になってしまわれているご様子。先輩、あなたに天使の祝福がありますように。具体的には明日の朝あたりに。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は口説き放題。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と。まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。ってもう槍を構えてる？10、いや、よし、いけーって。あ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はあ、よかった、目が覚めたんですね。ホダイ君、あなたのことが大好きです。私と付き合ってください。
ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。宝大先輩と付き合うのはこの私です。落ち着いて聞いてください。宝大様、彼女たちは宝大様の体からあふれる魅惑のモテオーラによってメロメロ状態になっているのです。目を凝らしてみてください。今の宝大様なら女の子の弱点、敏感な場所が見えるはずです。なあ、もう何をほうけていますか。敏感な場所を狙いすまし撃つのです。さあ、フェロモンショットです。さあ、相手を見つめてあふれるフェロモンでズッキュンと撃ってください。それは私が説明いたします。やはり私が見えるようですね。今のあなた、宝大様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。私はエコロ、人間に愛を運ぶキューピッド、つまりは天使です。まあ見習いなんですが。モテすぎ。ああ、それは私の先輩天使の仕業ですね。先輩はやればできるお方ですのに、ちょっとうっかり屋さんなところがありますので。あの時はせっかく私が人間界まで降りてきてフォローしてあげたのに、その後の補修でまたやらかしちゃうから、いまだにあんな罰を。まったく、先輩は本当に私がいないとダメダメさんで。いたしました。私たち天使学校3年生の卒業試験は、女神様から指定された人間にモテ期を与えることなのです。私の担当は宝大様でしたので、あなたに愛の矢を放つはずだったのですが、悪魔からの妨害がありまして、誤って超強力なチャージショットを打ち込んでしまったのです。通常、一度のモテ機に使う矢は一発限りだというのに、今回放ったチャージショットの威力は通常の矢の32発分。あ、はい、今の宝大様は人生の全モテ機が今日というたった一日にギュギュッと凝縮されている状態なのです。今日の太陽が完全に沈んでしまう前に本命の女性に告白を成功させて両思いにならなければ、
明日からは異性だけではなく同性、果ては動物からも恋愛感情を持たれることは一生ありえません。なんと薄い反応ですか。これが草食系というものなのでしょうか。もっと危機感を持ってください。違います。エリート天使である私に失敗などあるはずありません。悪魔、そう、すべては悪魔のせいなんです。その通りです。人間にしては物分かりがいいですね。では早速、私に宝台様が思いを寄せる人をお教えください。今は？ということはかつてはいたということですね。それは確かに脈はなさそうですね。ダメだったと、それで諦めたと。まったく、なんというヘタレ人間ですか。しょうがないですね。これからのためにも一つドキドキモードをため、ヘタレな宝台様を助けてくれる神聖なる妙義です。ちょうどいい具合に女の子が告白に来ましたよ。試しに昇天させてみましょう。つべこべ言わずにやっちゃいますよ。ドキドキフィールド展開。
セーブしますね。
欲張りと期待目見るよ。セーブしますね。